はい、今回はスリープスロットについて話していこうかなと。で、これはね、最近俺が知ってめっちゃ面白かったんで、ぜひともね、シェアしたいなと。で、ソートって言えばさ、まあ整列の意味だけどさ、例えばさ、下にね、611793という数字があるんだけど、これをね、小さい順に並び替えたいというのがさ、ソートの一種じゃん。で、そんなね、ソートのアルゴリズムっていうのは、まあプラクティカルなマージソートとかさ、まあプラクティカルじゃないけどたまに出てくるバブルソートとかさ、まあバブルソートはさ、昔逆にね、ユーザー側が強いられるという話をしたんだけど、いうのもあったりして、あとはね、ジョークソートっていうのかな、おふざけで、例えばさ、こう、一回シャッフルしてはね、ソートされてるかチェックして、ソートされてなければもう一回ね、シャッフルすると。それをね、ソートされるまで永遠に繰り返すとか言うね。実用性が皆無なソートもあったりして。で、今回紹介するスリープソートもね、そんなおふざけソートの一種なんだけど、この背後にあるね、アイディアが非常に面白いというところでね、ちょっとね、取り上げたんだけどさ。で、このソートはさ、まあ、下のね、611793というね、数字をソートしたいという風にしましょうと。で、今さ、数字が6個あるから、ね、子供をね、6人用意しましょうと。で、この子供たちに1枚ずつ、この数字を与えて、で、ね、じゃあ時間になったんで、もう寝ましょうということで、まあね、布団のところに寝かすと。で、この子たちに、この数字の分ね、目覚まし時計ね、セットして寝てもらうと。だからこの真ん中の子だったら11時間寝るようにセットしなさいと。で、この子はね、1時間しか寝れないんだけど、まあまあまあ、その辺はね、気にしないということで、まあね、幼児虐待とかね、関係なくて、まあね、この時間だけ寝てもらうと。で、まあね、起きたら、ね、自分が寝た時間を報告しなさいと言って、あなたはね、何?暇を潰すということで、ね、YouTube とか、ネトフリとか見て、ね、ぼーっとすると。で、まあここでね、まあ右上に子供の数6人分、6という数字を書いておきましょうと。それで、あなたは、ね、ずっと暇を潰してんだけど、で、一番最初にさ、この子がさ、起き上がるじゃん?で、起きたら、この子はね、自分が寝た時間を報告すると。で、1、という風に報告しますと。で、最初に1が来るでしょ?で、あなたはね、6を消して5にすると。で、次に、起き出すのは、一番右のこの子でしょ?で、この子は、ね、3という風に、ね、報告すると。したらあなたはね、5を消して、4にすると。なんかね、ひどい親なんだけど、まあね、相当できるんだからさ、これでさ、まあ気にしないと。で、次に、起き出すのは、左の子か、まあこの子と。で、この子はね、6という風に、まあ報告して、あなたはね、4じゃなくて、3という風に、ここをね、書き直すと。で、次に来るのが、この子か、7という風にね、起き出して報告して、あなたはね、3じゃなくて、2という風に書いて、次は、こいつか、ね、こいつが9という風に報告するんで、あなたは2じゃなくて、1と、あ、残り1人だなという風にね、YouTube 見ながら考えてて、で、11時間経つとようやくね、この子が11と、いう風に報告して、ここがね、1じゃなくて0になったんで、あなたは、ああ、みんなね、起き上がったね、というところで、これでソートが終わってると。で、その結果は何ですかっつうと、1,3,6,7,9,11 という風に、ね、ソートされてるでしょうと。これがスリープソートと。ね、まさしくスリープなんですよ。ね、実用的じゃないでしょう。でもこのアイデアはさ、なかなか面白くてさ。まあさ、これさ、数字がね、1から11だからさ、まあいいけどさ、ね、1から1億とかになっちゃったらどうするんだいとかいう話もあるんだけど、まあね、その辺はさ、時間をね、うまく関数で変換して、まあ範囲をね、絞ればいいと思うんだけど、たださ、そうとしたい数字の数がね、10万とか100万になったら、そんだけね、子供をね、用意しなくちゃいけないと。いうところで、やっぱしね、プラクティカルじゃないよね、と。ジョークだよね、と。で、このソートをさ、実はさ、プログラミングで実装できるんだよね。それがさ、コンカレントなプログラムをね、実装すればいいと。いうところで、コンカレントといえば、まあ、5ラングかな、ということで、5言語を使ってね、ちょっとね、このスリープソートを実装してみました、と。
はい、じゃあね、さっきのスリープソートをゴラングで実装したんで、ちょっとね、見ていこうかなと。で、最初にね、配列 D を用意して、その中に20個、まあ、乱数0から9を、まあ、セットしますと。で、標準出力に、グッナイトと。ね、子供たちにおやすみと、挨拶して、ね、スリープソートをしてもらうと。で、最後に全部終わったら、ダンという風に返すと。こんなね、メインのプログラム。で、スリープソートの中で何してるかっていうと、まあ、引数として、そのね、ソートしたい配列を取って、で、まず最初にね、ウェイトグループというオブジェクトを、まあ、宣言して、N にそのね、データの大きさセットして、で、ウェイトグループに N をね、アドすると。まあ、これはウェイトグループに N 個の処理行きますんで頼みますというふうにお願いしてると。で、フォーループで、ここでね、go ルーティーン、つまりコンカレントな関数を呼んでると。で、今20だったから20個ね、同時にここで呼び出されると。で、それぞれの関数の中で何してるかっていうと、ね、defer ということで、まあこれはね、この関数の一番最後絶対実行されるということで、で、ウェイトグループに done と終わりましたよというね、報告をしなさいと。まあ、ほうれん草重要だからね。で、実質、この関数の中で一番最初に実行されるのは、このね、スリープということで、で、引数 t 秒間寝なさいと。で、t 秒間寝たら、ね、起きたら、そのね、寝た時間 t を報告しなさいと。で、ウェイトグループに done と報告しなさいと。まあ、こういうね、go ルーティーンをコンカレントにたくさんね、生成して実行させると。で、まあね、メインのスレッド、つまり、まあ、親のスレッドつってもいいかもしれないけど、では、このね、ウェイトグループがここでね、子供たちが処理を終えるまでずっとね、暇つぶしして待ってると。だからここでね、寝とくりとか見て、暇つぶしてんだけどさ。で、子供たちが全員報告し終わったら、最後に開業して終わりにすると。まあ、こんなね、簡単なプログラムなんだけどさ。じゃあこれをね、実際ね、実行してみましょうと。いうことで、まあ実行数どうなる？グッナイトということで、ね、子供たちが起き出して報告してるでしょ？いい感じだね。ちゃんと想像されてるね。じゃあさ、まあこのセカンドをね、ここを、じゃあ、まあミリセカンドにするか。こうすると、t ミリ秒しか、寝ないということで、こうやったらどうなるか。で、実行すると、あ、うまくいってるね。ミリ秒でもうまくいくんだね。まあ数がね、少ないから多分うまくいってんだと思うんだけど、まあじゃあ数をね、増やすか。ここをさ、まあ20じゃなくて、まあ2000とかにすると、どうなるかな。つうことで、どう？うまくいってないでしょ？ね、8、7とかさ、9、7とかさ、9、8とか。まあ、終わりの方にさ、9とか8とか7とか来てんだけど、ちゃんとね、相当はされてないよね、と。まあ、これはさ、1ミリ秒というね、時間の制限があって、その中に2000個ね、締め切ってるからさ、子供たちが、ね、でもね、最初の方、0、1、2とかね、うまく相当っぽいことはされてるけど、ね、こういうところで10っていう感じで、ちゃんとしたね、相当にはなってないと。まあ、いうところでね、やはりね、ジョーク相当のね、息をね、出しないんだけどさ。たださ、これさ、俺的にはさ、なんつうの？まあ、アイディア自体はね、素晴らしいっつうかさ。まあ、本質的にはさ、このね、メインの処理では、ね、相当は何もしてないと。ね、相当してんのは子供たち、つうか、まあ、目覚まし時計か。だから、このプログラムで言うと、ね、相当のね、処理をしてんのは、OS のスケジューリングのね、処理がしてくれてるというふうに、まあ、相当の処理をさ、異常してるっていう感じなんだけど、ただね、アイディア自体はさ、結構面白いでしょ？ということで、今回ね、紹介してみました。じゃあ、今日はこの辺で。バッバーイ。